にゃんにゃんケロンパンアンバサダーのお仕事始まりました。釣りアロアンバサダーの鈴木桃子です。そしてはい、こんにちは、釣りアロチャンネル広報部長クジャクのつもてんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと今日はですね、大物のゲストにスタジオに遊びに来ていただきました。それではご紹介させていただきます。麻雀連合所属、そしてユーネクストパイレーツ所属、小林剛プロです。はい、皆さんこんにちは、日本全国に300、500を広めて30年、小林剛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長袖、はい、なんでこれを着てるんでしょうか。なん、あ、300、500って書いてありますね。あれ、これなんですか。実はこれ、コバゴーチャンネルで作った T シャツでございます。おー、はい、あの、お袖がマージャンパイかなって思ったんですけど、あれなんでしょうね、これプリン、アイスクリーム、クレープ、はい、これは何ですか。私の好きな食べ物です。あいつも食べているものですね。じゃあ食後のデザートは絶対ですか。まあ、食後じゃなくても、常に、あ、主食、はい、みたいなもんですかね。はい、そうですね。はい、私はめちゃめちゃ甘いものが苦手なんですが、そうなんだ全然食べないんですけど、あの、今日はですね、あの、そんな甘いもの大好きな郷さんと一緒に企画をやっていきたいと思います。企画やっていきたいと思うんですけど、その前に一つお願いがあるんですけど、いいですかね。何でしょう。はい、あの、いつも番組のコンセプトを言ってるんですけど、一緒に行っていただいてもよろしいですか。一緒に、はい、一緒に。やった、ありがとうございます。では、いきますね。はい、せーの、明るく、楽しく、安上がり。ということで、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は、皆さんの応援がなかったらあっという間に終了してしまいます。ももこや番組を応援してもいいよという方は、ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。概要欄に各種 SNS もありますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。お願いします。で、今日は何するんだっけ。はい、あのですね、最近一生懸命取り組んでるものがありまして、そちらにゴーさんと一緒にチャレンジしたいんですけど、いいですか。はい、頑張ります。何するんでしょうね。はい、では行きますね。はい、小林ゴープロと一緒にパイシネーターチャレンジ。あれでしょ、あの X とかショート動画とかで上がってた。あ、そうです、そうです。あの、松ヶ瀬さんとかと一緒に。はい、松ヶ瀬さんのはちょっと見ました、ね。おー、ありがとうございます。そう、あれをやっていきたいと思います。めっちゃ難しそうなんだけどきっと大丈夫です。あの、私、手配読めないことで有名です。大丈夫です、私の方がもっと読めないので大丈夫なんですけど、はい、はい、そちらね、一緒に協力してやっていただきたいと思います。簡単に説明しますね。出題者に質問していきながら、手配13枚を当てるゲームです。例えば、テンパイしていますか。はい。一色手ですか。いえ。と、こんな感じで交互に質問と回答を繰り返していきます。15回の質問で、コバゴープロと一緒に正解できれば見事クリアとなります。はい、テンパイしてないこともあるの。あ、それはない、それはない、それはない。さすがに今とこ一問もないですね。さすがにないです。さすがにニャンシャン点とか無理です、ね、脳天に一問今んとこないです。はい、はい、テンパイ系を当てるということで。そうです、そうです、はい、で、こちらは15問より早く解いても OK です。はい、あの、15問が基準になっているので、早くクリアできたらもうそれはそれで もっといいということになります。はい、はい、準備はよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、では早速行ってみましょう。では、問題です。てるん。はい、こちらですね、トーン1曲の親番の手配になります。手配はすべて、手出しの牌ですね。はい、はい、この、問題の手配13枚を答えてください。情報なさすぎマジでこんな感じで始まるんですよ。少な、これ少ないね。まあ、このシャーイーマン白の順で、人によってはね、白からになる人もいるんで。あー、うん、あー、その P
だったらハクから行くっていう人もいます。はい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 、はい、ただそれでもシャーから行くっていう人もいるし、全部手出しなんですね。そうですね。あ、でも確かに私これピーノ系だと思ったらハクから切りますね。うん、うん、第一だからハクだな普通に。はい、どうですか。あれ何から聞いてくんだ。なんか情報ありすぎると困るけど、少なすぎても困るね、逆になさすぎて。私結構聞きがちなのは、まずもうピンフ系かどうかっていうのを聞きますね。そう、これピンフですかが聞こうかな、まず。じゃあ、王さんから、じゃあピンフですか。はい、こちらの手配、ピンフかどうか、一部そうです。惜しい。一部そう。一部。あ、じゃあピンフになる。春通4つだけどカンちゃん待ちとかそういう感じかもね。ピンフになるかもしれないってこと、うん、あ、もしかして3面ちゃんってこと。あ、そう、変則3面ちゃんってことじゃないですか。そうだね、その高め安めがあってピンフになるかもしれないってことだと思う。ってことかですよね。2333みたいなやつ。うん、そんなの当たらんでしょ。1のピンフ、でもこれ結構ヒントですよ。うん、1位のピンフはあのって言われるケースって今みたいなケースしかなくないですか。そうだね。だからヘッドが決まってないってことですね。ん、だからその辺がそこの4枚があるってことじゃないですか。そう、2333とか2344567みたいな。あーあー、こっちだとドメタン、こっちだとピンフみたいなやつかもしれない。はい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 。ってことは、まず、そうだな、ヘッド決まってない人ってことか。決まってないはずだね。ヘッドが決まらない人、うん、どうしますか。あとはまあ、この序盤の切り出しがピン、一部ピンフってことは、やっぱピンフを狙ってたのは間違いないんだね。はい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 、うん、ただ、ハクの方を一応残していた。あとは9ピンパーピンの切り順だよね。両方いらない場合は、8-9になる人が多いので、できれば8も使いたかった。まあ、そうなると、あれか、例えば4-6-8だったとか、あるいは8が重なれば単ヤオになるとか、5-6-8-9とかになってて、一応9から落としてヘッド決まってないから7入ったら、そっちも考えてたかってことかな、わかんない。まあ 7入ったらとか、まあ、5入ったらテンパるとかね、うん、とにかくパーピンのそばを使って何かをやってる、役か頭か何かを作りたかったんですね。どうしますかね。いや、情報少ないな。松ヶ瀬さんは結構打点を先に聞いてますね。打点結構大事って言ってて、半数を聞くの大事みたいな。私も一人でその後やった時にやったんですけど、3から5半ですかみたいな風に聞いて。おお、なるほどね。そうです。それでだったらこの役絡めないといけないからとかで役も絞ってるというか合わせてました。でも私が最初の方にずっとやってたのは、もうブロックでまず3ブロックですかとか。そうですそうです。それでやってました、ずっと。なるほどね。なんか決定的な質問できるといいけどね。いや、でもこれかなり決定的ですよ。一部ピンフ、ヘッド決まってない。なかなか出ない答えですよね。かなりこれは超ヒント。高めの半数を聞いてみると、多分一部ピンフってことは高め安めがありそうだから。ああ、高めの半数を聞くか、単ヤオを聞くか。でも単ヤオってどうなんですかね。多分聞かなくても半数決まっちゃえばピンフは確定、リーチピンフまで確定なんで、単ヤオ入れられるかどうかっていうのはなんか分かりそうではありますよね、うん、高め跳ね回るかとかにします。高め跳ね回るとか、高め漫画あるかとか。そうだね、跳ね回る、うん、漫画、高
サメ漫画以上あるかとかにする？そうですね、うん、逆になかったら相当情報なさすぎだよね、うん、漫画もありそうだな、高めだって言ったら、うん、あ、これそもそも漫画あるか聞いて、うん、どちらとも言えませんって言われたら高めあるってことなんですよね。そうだね質問的にそれもありかもしれない、うん、でも多分高め休めがある一部ピンフってことは多分あるんで、だから高めの半数もしくは休めの半数を聞く聞く、でも1班ですか2班ですか3班ですかって言ってたらキリがないんで、キリないですね。高め漫画を聞いてみるか、高め漫画いきますか、ま、高め漫画以上ですかみたいな、うん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 、じゃあ行きます、それで、はいはい、はい、高め漫画以上ですか、出上がり、出上がりですね、はい、こちら出上がりした時高め漫画です、あ、当たり、漫画です、漫画です、漫画以上です、以上です、漫画以上です、漫画以上、漫画以上、漫画以上です、高め漫画以上、以上、もし単葉が入ってたとすると、単葉だとするとその役が絡めないといけないじゃないですか、うん、また例えばですけどイーペーコーとか絡めないとならない、単品三色、ね、単品三色イーペーコーとかね、とかドラ使ってるかとか言ってます、ピンフ三色ドライチとかピンフイッツドライチとかそういう感じがね、ピンフイペコドライチでも、あ、でも OK です、うん、まあドラ2枚以上かもしれないしね、そうですね、これ高めで漫画なのかどうか、果たして羽漫画でいってしまうケースもありますからね、うん、それ決まると結構わかるんですかね、これ、いやー難しいなどこから聞くかな、どう2枚はあんまりないのか、そのピン不確定じゃない形だから、そうドラジャン島のケースはないんだよね、ないですね、だから2枚使ってるってことはイペコ限定みたいになるので、うんうんうん、1か3かみたいになるか、うんうんうん、じゃあドラを使ってますかオーバーを聞きますか、はい、現状すでに現、うん、現状ドラを、じゃあ質問です、はい、ドラを1枚以上使ってますか、はい、こちらの手配ドラを使ってません、おお、ドラなし、え、ってことは高めでドラ当たりのケースか単葉かなし、うん、まあドラが高めとは限らないけどね、あーそっかそっか、まあリーチピンフイーペーコーで高めドラっていうケースぐらい、うん、まあ3にさささ、うん、の1あたり、まあ、まあ、3色とドラがつくよみたいな、まあ、まあ一応あるか、うん、高めがドラっていうケースもあるけども、まあそうじゃないケースもあるね、うん、ドラなし、やっぱこのパーピンをどう使いたかったか、あとパーソーの関連配だとすると例えば678の3色が見えたとかね、おー、あ、なるほど、うん、パーソーが手配、パーソーとパーピンが両方手配に関係あったってことは678の3色っぽいかもしれない、はあ、うん、え、あ、そっか、え、678のが見えた、まあ、567かもしれないけどね、あーそっか、でもその人の思考だとゴロッチパで持ってたことはなさそうですよね、あと6788から8キットはなさそうじゃないですか、そうそう、だってヘッドラインだから、そうだね、パーソー最後になるはずっぽいんですよ、うん、6788はないか、それいやでもないこともないな最後になりそうじゃないですか、なんならそのヘッドが決まらない人だから最終的に8、パーソー6788だったら結構切りそうな気がする、あ、本当ですか、うん、
まあ、しかもリアンシャン点の段階だからね、うん、ペンチーピンが残ってて、ペンチーピンを外すかパスを切るかは分からないけど、タニヤオかどうかを聞いてみようかな。そうですね、ドラ気になりますよね。現状の手配がタンヤオになってるかどうか、まあ、街はともかく、はい、うん、まあでも現状タンヤオか聞くのが 大事ですかね。じゃあ私それ聞きますね。はいはい、現状タンヤオですか。こちらの手配現状タンヤオです。はい、タンヤオの漫画だとメンタンピンイペコか三色か、そう、そうか、ドラないか、仕上がり高め漫画なのな。そうね、難しい。単品で漫画がほぼ確定した感じだよね。そうですね、うん、まあ、ただ休めはピンフがつかなくて 5-2 とかかもしれない。あー、うん、メンタン確定か、とりあえず メンタン。あ、でも休めになっちゃうと単用じゃなくなるかもしれないかもしれないね、うん、まあ、ピンフも面単品プラス1個、ね、何か、うん、そうです、高めがおそらくイーペーコー、ペーコーとかいくらでもできそうだけど果たして当たるのか。ペーコーありそうなの、イーペーコーか3色か、うん、でもそんなもんですか。いつ、いやダメだ、単用だから普通ダメだ。現状単用なんで普通ダメですね。そうだね。一通ってことは1かける使ってないといけないから、とりあえず入ってないといけないからダメですね。普通はダメだから三色か一ペコかですね、うん、聞いちゃいます、まあ、三色か一ペコかどっちか確定させておきたいので、そうですね、はい、三色の天杯ですかって聞いてみるか。はい、うん、で3色の天杯でしょうか。はい、こちらの手配3色の天杯一部そうです。惜しい、高め3色、高め3色、高め3色、678か456か567かなみたいな感じですかね。おお、このパーソーとパーピンが関連してるってことは、はい、うん、で、単葉三色だから、うん、お、なんか書いている私、丸書くんですよ、めちゃめちゃ。いつものフォーメーションをね、いつものフォーメーション、これなんですよ。丸が縦に並んでたのか、横に横になりました3色以外にもう1個ありますからね、そう考えると。そうなんですね、そう、3色以外のやつも当てないといけないから、うん、それもむずいですね。456ですかとか678ですかとか聞いてみる手はある。3色がですか、うん、それはめちゃめちゃあり。そこ分かればここ分かりますもんね、結構。そうそうそう、ね、うん、678で第一候補が567とかですか。567もありえるけど、そうするとピンズが567できてることになり、あ、まあチーピン引いてリーチだったケース、あ、そっか、567とゴロチパックから9パッて切ったことかになるのか。56789から切ったか、ちょっとあんま考えない。しかも想像パーソー切った時点で56578から8切ってるのか、そう、ちょっと気持ち、まあただここ2回打つのがチーソーとチーピンだった可能性があるからな。でも聞く順番でゴロチですかはちょっと あの後回しになりそうです、うん、456か678が多い気がするんだけどね。これ差し子とかないんですか。結構ないんですか。あると思うよ、ね
二刺しが考えにくいか。二刺しはさすがにないか。二刺しだと、まず1234から第2弾に1切ったことになるから、二刺しはないかな。ただ134だったケースあるんで。うわぁ。でも白。白先になりません？そしたら、さすがに。まあ、頭がない、ピンフで頭がないから、普通白が先になりそうな気はするんだよね。ただピンフじゃ ないというか、その688みたいな形があって、ピンフも3色も確定してないから、イーマン重なりより白の重なりを期待したっていうケースがあるんで、はい、まあピンフだったとしてもこの順になることはあるよね。イーマンより白重なりがその仕掛けた白のみとかになるかもしれないから、あ、3500まあそのイーマン重なったってその大して変わんないからね。はいはいはい。だからまあイーマンと白はあんまり気にしなくてもいいのかな。そのシャーイーマン白、人によって好み分かれる可能性があるんでね。高めさん、3色を456聞いてみるかね。の本命、本命456か678か、456を聞いてみますか。はいはいはい。3色456ですか。はい、こちらの手配の3色、456ではありません。ではない、ない、456じゃない。345とか言われるともうわけわかんないですなのかな。まあパーピン引っ張ってますからね。そうなんだよね、一応。でも単葉の人だから普通に9ピンからっていうのもありますよ。うん、そう、最後その2333みたいな街だとするとパーピン重なりで単葉になるから、それもいいんですよね、私678のがあると思います、345より。うん、2345はもうほんと根拠なしになるんで。いや、このさっきその序盤の3枚の切り順あるじゃないですか、ほんと人によるかもしれないってあのおっしゃってましたけど、私345とかの3色だとしたら E1 残しますもん、ちょっとさすがに。あ、1345とかだったら1345から1を2巡目に切らないです。そうだね、ってなると678違かったら、なんならゴロチなんじゃないっていうレベルで、345ってあってほしくないですね。じゃあ678にすれば結構ピンズが決まるかもしれないな。お、678ですって言うとピンズ678完成になるじゃない。はい、いい街にならないからね。高め3色にならないから、じゃあ聞いてみます。はい、678の3色でしょうか。はい、こちらの手配、678の3色ではありません。え、ではない。え、わかんなくなった。やばいやばい、わかんなくなった。ゴロチか。でもやっぱヘッドなかったから、ヘッド作りに頑張ったってことか。うん、ってなると567もありえますかね。まあ、あるはあるね。ピンズ56789で単用の人だから9ピン切って、ウッパーピンの重なりか、例えばマンズが5556、ソーズ56、ピンズ56789みたいな手からだと9ピンを切ることもあるかな。うそうですね。今も関係してるのかな。4面ちゃんのケースもあるね。確かにあるか。まあでも E1 さっき切らないって言ったけど、普通に345とかで持ってなかった、まだマンズができなくて、45って持ってたら E1 切りますね。そうですよね。だから第2打で E1 切るってことは、これめっちゃ安直な考えですけど、筋の範囲を持ってたんじゃないかなとか思っちゃうんですよね。その4持ってたから、今いらないや、ね、ただシャアより後なんで、まあ2巡目に数万引いたのかもしれないけどね。
イーマン数万シャアだったら普通はイーマンから行くんで、はい、2巡目数万ゲットの場合はイーマン 2ダメ普通だなと思いました、うん、私さっき2巡目でもう3、4、5がマンズ3、4、5が確定してると考えたらないなと思ったんですけど、うん、だから3、4、5はありえますね。2、3、4はさすがにないかも。そうだね、2巡目に、さすがに1、3、4から1、3、4、ハクだったらハクじゃないですか。でも、うん、4連休になるかもしれないって考えたら、やっぱ今はこいつの可能性が高いのかな。今の子ならもう3色全部聞いてく手もあるんだけど、いや、あと2個ですよ。てかもうどっちか聞いたらどっちかでいいんじゃないですか。3、4、5、5、6、7、2、3、4は嫌です。ない、ない、さすがに。うん、どっちの枠ですか。あ、そうか、5、6、7を聞いとけば、まあ、3、4、5か2、3、4に絞られるんで、そうですね。その後の質問は似たような感じでいけるかもしれないね。うんうんうん。あ、じゃあ5、6、7聞きます。そうそうそう、5、6、うん、3、4、5消すと2、3、4か5、6、7でこの後方針分かんなくなっちゃう。あ、確かに5、6、聞きますか。うん、はい、3色は5、6、7ですか。はい、この手配3色は5、6、7ではありません。じゃあ3、4、5だ。3、4、5か2、3、4か。私3、さすがに3、4、5だと思いますよ。でも3色決まらないとちょっとどうしようもなくないですか、うん、正直。結局これ3色全部全部外した。あれ、あと2、3、4か3、4、5だけどね。あ、そうです。じゃんか、きますか。まあどっち切っても一緒なんで、私はね、3、4、5だと思います。でも、聞いたらどっちにしろもう片方わかるんだけど。じゃあ3、4、5だと思う。じゃあ3、4、5聞いてみます。はい、はい、3、4、5の3色でしょうか。こちら3、4、5の3色です。ほらきた、3、4、5だ。当選しました。え、3、4、5の3色でピンフってことは4を全部持ってるね。はい、うん、あの数万数ピン数層は全部持っていると、うん、そうしないとあのピンフにならないからね。はい、他の関数万とか関数ピンでは3色にならないんで、うん、4を3つ持ってることが確定しました。はい、で、使った3面ちゃんに、3面ちゃんもしくは4面ちゃん、うん、で、3、4、5高め3色で、これね、次が9問、次10問目、そう、やばいですよ。もうやばいね、やばいですよ、はい、やばいね。マンズが街に割ってるケースないのかなって思ったけど、普通にありました。4555とかだったらありえるわって思っちゃった。何ピン層、どれがその街なのか決めたくないですか。うん、最大3問聞いて当たるので、あんこを使った三面ちゃんだともう仮定して、うん、そこが街になってるわけですから、その街を何ピン層どれか決めちゃえば結構ね、見えてくるものもあると思うんですけど、まあそこで4ブロックは分かるじゃないですか、うん、で残りの2問で後のメンツを決めるっていうのはありますよ。そうだね、まあ、残り2問であと決められるかって言われたらちょっと微妙ですけど、うん、まあパーソン周りかなとかいう推理をすると2問でもしかしたら解けるかもしれないし、マンピン層の質問をまあ、運よく一発で当てれば、余裕が、ね、生まれますね。その質問をするとしてどこが一番確率高いかって考えようかなって私は思ってますね。とりあえず街色聞いてみるか。色聞きます、うん、いいよな。どれが一番あると思います。なんか今情報なさすぎますけど。情報なさすぎるね。まず街聞きますか。はい、うん、はい、マンズ待ちですか。はい、こちらの手配
街はやばいやばい、いっぱい出てやばい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 、無言で書いてるけどね、いっぱい出てきた。すごい、今すごいことになりましたいい問題作ったって言ってたから こんな形わかるわけねえだろうっていうね。もう意地悪前提で話してません。はい、意地悪前提で当たれ。じゃあ、整いました。はい、じゃあ回答お願いします。はい、町マンズ町ですか。はい、こちらの手配、町はマンズです。おー、じゃあマンズ、あ、これマンズ町になった。やったってことは、4555か4445じゃないですか。そうだね、3444はね、やっぱ変だと思うんで、うん、4555か4445の人数と総数が3453455が決まって、で、あと1メンツと上2マンズどっちかを確定させればいいんだよね。あと1メンツはやっぱ8円は関係してるんじゃないですか。どうなの、普通に浮いてたのか。パーピンが関連してるとすると、やっぱさっき言った344568からギャンピンを引いて残った感じでしたね。はいはい、やっぱ6788キューピンパーピンだったら、単品3色の345のイシャンテンなら、あの678、ソーズ678は変だな。お、6788から345-6788からキューピン残してパースを切ってるんで、あー変ですね。うん、リャングパッソーが、うん、あれじゃないな、これソーズ678ではなさそうな気がするね。ないですね。あ、でもウーソーがなかったケースがあるか。まあまあ、マンズっていうケースもあるんだけどね。あ、あれですか、この4555にシュンツがくっついてる。あ、ちょっと気持ち悪いやつですねちょっと、ね、うわってやつだ。で、一応キューピンから落としてるんだよな。ヘッド候補にはパチ持ってたのかもしれないけど、うん、まあ、うん、弾用のイシャンテンならキューピンから切るでしょう。キューピンからか。なんかマンズ3ブロックですか、ピンズ2ブロックですか、ソーズ2ブロックですかを全部聞きたいところだけど、実感がね、現状11問目全部は聞けないね。質問プラス推理って感じですね。うん、ピンズ2ブロックって言われると相当限定されるんで、ね、そもそも限定されません。まあ確かにそうか。うん、マンズが一番嫌かもしれない。あ、でもマンズだとこのケースか。マンズだとするともう数万あんこか数万あんこのあのケースしかない、その7枚系を全部言うしかなくなるかな。うん、まあ、ピンズの方がちょっと2面つになる可能性は高いので、ピンズ2ブロックを聞いてみるか。はいはい、じゃあ質問です。はい、ピンズは2ブロックでしょうか。はい、こちらの手配、ピンズは2ブロックではありません。なんとなんとこれどっちか決めたいわ。これちょっと聞いた時点でわかるけど、ピンズ3、じゃあピンズはもう345で確定だしかない。ピンズ345、なんかあのめっちゃ複雑なマンズのやつなんでしたっけ、やばい7枚系みたいなやつはいっぱいある。やばいですよねその高め3色になる7枚系だけでも5、6通りあの4枚使いとかあるからね。あ、もう たくさんあるわたくさんありすぎて。じゃあ想像聞きます。もう願いを込めて想像かどうか聞いて、想像2ブロックですかを聞いてみるか。うん、で、まあ、ちらちら言ったらまんじゅうなんで、あの、うん、7枚系を絞るとそうだね。じゃあ、
願い、ソーズラーレという願いを込めて聞きます、はい、はい、ソーズ2ブロックですか。はい、こちらの手配、ソーズ2ブロックではありません。ずれ、なんかニヤニヤしたんだよなスタッフがニヤニヤしたんだよなってことはマンズ、マンズ3ブロックってことね。ピンズとピンズとソーズの345が確定で、はい、マンズが3ブロック。はーい。今7枚系をこんだけどんどん書き出してるわけですけど、はい、キリがないよね。ここがやばいな。そう、4が4枚使いのケース、5が4枚使いのケース。4枚使いだけでもたくさんあるの。全部高めピンクなんやから、これ、うん、うわぁ、うわぁ。ただまあ、3を使ってないにしちゃっていい気がするんだよね。4と5たくさん持ってるのに E1 切ってるんで、はい、3を使ってないやつに限定するか。はい、8使ってるからきます。使ってないのもでもいくつかあるからね。待ちが3つ以上ですか、あ、違う、待ちが 4面待ち以上ですかを聞くのもあるかな。4やばいな。3面待ちって言われるとだいぶ限定されるから。おー、うん、7枚系で3面待ちだと限定される。じゃあ3面待ちかどうか聞きます。もう3面待ちかどうか、まあ、もしくは4以上か、まあ、どっちでもいいか。じゃあ待ち3つですかを聞きますか、うん、はい、待ちは3種類でしょうか。はい、こちらの手配、待ちは3種類ではありません。やばい。4か5だ。3面待ちではない。4か5か。そうするとこの辺かな。ちょっといいですね、これいいですね。これいいですね。みんな知ってる444567-8ね。これいいですね。これなりたいですね、これ。これ嬉しいんで。これ高めほとんどないよ。あ、確かに。うん。あとこれもっとあるわ、これ。こんなのでも OK だしね。うわぁ。やばい、いっぱい出てきた。やばい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 。やばい、無言で書いてるけどね、いっぱい出てきた。すごい、今すごいことになりました。これ4使ってるか5使ってる、4がたくさんか5がたくさんかでもまああるし、でも7がたくさんになりました。7か8がたくさんのケースもあるんだよね。4枚使いかどうかも聞いてもな、結論出ないし。8を持ってますかを聞いてみる。うん、8結構、8持ってないってなるとかなり真ん中に寄った、うん、ってなれそう。ちょっと絞れません、8聞くことによって、うん、少しは絞れますよね。そうだね、まあ、6はどのケースでも持ってるから。8持ってないってことはもう街がもうそれで4面茶ってことは、サブロースチューパーのどれか、うん、そのうちの2つになるからね。8を消すと確かに絞られるね。結構使いたいじゃないですか。そう、そんだけマンズが複雑というか、いっぱい使わないといけないんだったら8使わないとちょっと厳しそうですけど、うん、これ8じゃないって言われたらかなり絞れそう。8以外に逆に聞くのはよくないですか。そうなんだよね。4はどのケースでも使ってて、5も絶対使ってて、うん、で 6も使ってるじゃないですか、うん、で7と8がだけが使っていくか使ってないかがあるので、うん、8ありかなって。8を聞くか。じゃあ8を聞きますか。はい、私でしたっけ。そうだね、14問目。14問目。 OK、 はい、あと2回あと2回。パー1使ってますか。はい、こちらの手配、パーマンは使っていません。お、同じ。いい。
絞れた。ちょっと言ってるうちにか増えた。4 これ3面じゃん。4から7で、まず、4から7、あ、マンズ4から7しか使ってなくて、うん、3もうちらが勝手に消してるんですけど、うん、4から7しか使ってない町が4面じゃん以上ですね。うん。ということで、これらのどれかぐらいかな。4面町、高めピン、はい、高めピンフとかピンフがある。これピンフじゃなくて3色になるっていう4面ちゃんもあるんで。ああ、だから高めがピンフとは限らないけども、1がピンフ3色のタンヤを、いやピンフ3色じゃない、一部ピンフと一部3色なんで。あ、そうか、一部ピンフ、だから例えば456677777だったとすると、はい、ウッパーソーで3色、あ、はい、ウッパーマンで3色、ウッパーマン3色、3万で、あ、違う、ウッパーマンでピンフ、3万で3色3色あるんで、ピンフ3色が複合するとは限らないね。そうか、あ、この辺結構そうだ、ピンフ3色が複合するとは限らないやつがいっぱいある。それ聞きます、ピンフもしくは3色。あ、まあです、高め単品3色ですか、だと、いや、そうすると3対2に分かれちゃうんで、ピンフと3色が複合するかどうか聞いて、もうもはや聞いて3対2に分けて水1かサブ1にする。もうちょっとなんか絞れるのはありますか。ダメだ、点数では聞けないな。うん、2つまでにしか絞れない。5がもはやもう点数でいくのぐらいの確率と、5を何枚使ってるか聞く、 5が4枚ですかって聞くの、もう確率で言っちゃうともう同じになっちゃいました、これもう点数と一緒になっちゃう、うん、聞いても同じだから。2択まで絞れる質問がねあればいいんだけど、2択になるケースは5を4枚使ってるかって聞いて違いますって言われて、これかこれ。いや、どうやっても2択になる質問の方がね確率は上がるんで、2択になる質問を考えましょう、うん、5、5と、あ、5しかない、5か打点、打点もしてないや、あ、打点でこれを聞くか、はいって言われると2択になって、いいえって言われたら3択になります。あー、あとあれもできる、4を4、1枚しか使ってないですかって聞いて、いいえって言われると、うん、これとこれになります。あの3か2になるんですね。はい、どうやっても2択になる質問ないか。あ、8000でいいですね。これ親だったわ。あはははは、本当だ。まあいいや、ちょっとそれは置いといて、ま、置いといて。そうか、これぜ、皆さん全部あの子供の点数で言ってたんで、8000じゃなくて12000でした。確かに全部違ったわ。必死になりすぎて、うん、5を4枚持ってるすごくないですか。あるの。そんなのあるの。パズルなんで、あるの、あるか。うわー、どうします。して2択か3択になる質問をするしかないか。そうですね、できれば2択引きたいんで。でも2択になったところで偶然だもんね、うん、そうですね、決めますか、とせっかくでも打点書き出してくれたんで打点でいきます。そのこれは2択になるんで、
はいって言われれば、うん、まあでも高めが2つありますか。でもこれも似たくないよね。おお確かに、うん、2個が4枚って欲張りすぎだよ。まあ、5が4枚ありますか。でも5が4枚ありますかだと2択もしくは3択になるね。ただ意地悪に5が4枚の問題を作りそうな気がしないでもない。いや、ほんとそれです。いい問題作ったって言ってたから。 こんな形分かるわけねえだろっていうね。あ、そしたらじゃあ別のジャンルに行くやつにすればいいから。あ、でも逆にこっち意地悪でピンフと3色あるけど高めは複合しないよみたいな感じになるか。もう意地悪前提で話してません。はい、はい、意地悪前提で。あ、でも5が4枚ありますかだと、どう5が4枚もしくは意地悪でピンフと3色が複合しないこっちになるか。でもちょっと効率悪くないですか。5が4枚ありますかって聞くと、そもそも意地悪問題ここにあって、でこっちの意地悪もくぐり抜けないといけないことになりますから、だからの、もうないよって言われたら最後はこっちの2択、ね、ないよってなった時に一択になるやつがよくないですか。そうすると4対1になっちゃう。あ、あ、確かに確率としてはね、3分の1と2分の1の勝負にするより、うん、1たす4分の1にした方が当たる確率は高い。高い。すごい。期待値計算。そう、期待値の計算。ね、うん、100 100% になるから、うん、むしろ2択じゃなくて 1と4に分けるやつにするか。おお、むしろ。うん。4分の1も3分の1も大差ない。じゃあ、そうです。うわ、興味深いですね。ここに絞ったらいいかなと思ったんですよ。この2つ聞いて違うって言われたらって思った時にこの意地悪が2個残っちゃったんですよ。質問するとかもうこの15問目で答え聞いてるようなもんだけど、どうしようかな。一旦4にすると最後予備1になるじゃないですか。予備1、うん、もしくは意地悪問題がそのここに2個残ってると仮定すると2分1になるから、意地悪は全部意地悪っぽい感じするんでね。でも私5が4枚めっちゃ意地悪だと思います。5が4枚とあの複合のやつ、ピンフと3色のどっちかがあるよみたいなやつ、それ最悪です。5が4枚かつピンフと3色が複合しない、これいや、これめっちゃ、これ一番意地悪ですよね。なるほど、じゃあもう5が4枚ですからしてみるか。結局こんな打点書いてくれたけど、はい、結局じゃあ最後の質問ですね。はい、はい、ウーマンを4枚使ってますか。こちらの手配、ウーマンを4枚使ってません。使ってません。使ってません。 じゃあこれかこれじゃない。え、めっちゃいいの引きましたね。2択になった、うん、で、単品3色じゃない、単葉3色ですよって、これになるんじゃない。これか。え、でも、もうめっちゃナチュラルにこれもある。でもこれはなんか、みんなをピンフ3色で考えさせて、引っ掛けでこれを出そう。あー、やっぱね、こっちピンフじゃなくて3色がつくんだよ、ついんだよのやっぱこれでしょう。これか。じゃあこれで。じゃあやっぱこれだな。やっぱそれで、うん、整いましたか。整いました。整いました。これ4 うわ、でも2択まで行きましたよ。多分これで当たれ。じゃあ整いました。はい、じゃあ回答お願いします。はい、てるん、マンズ456677、ソーズが345、ピンズが345。はい、はいです。こちら、手配は正解です。やったやったやった、正解です。やばい、この意地悪し当てましたね。意地悪だったんですね。やった、はい、すごい、きっちり15問出てきた。15問で
素晴らしい。当たった。では、回答をハイパイからいきますね。はい、はい、こちらがハイパイですね。はい、はい、もうバラバラだな。すごい変わったね。すごい、はい、ツモめっちゃいいじゃないですか。これが2巡目3巡目。そうか、やっぱり最初バラバラだからピンフよりも厄介の重なりを見てたんだね、うんうんうん、で、孤立パーソンの処理が始まり、ダイヤモンの頭が欲しいから入ってるからという形でした。すごいツモだな、うん、これマンズどれでも同じ手順になりそうだね。いや、勝ちました。見事見事、見事ですね。15問、はい、これね、道中3色のね、ところでね。ああ、そう、3色全部外したのがね。3色全外しですね、うん。ここをもうちょっとね、ピシッと早めに決まってたら余裕の回答だったかもしれませんが、お見事に。かもしれないですが、はい。私、勝因これ分かりますよ。あのね、ゴハさんが7枚系めっちゃ書いてくれたこと。なるほど、なるほど、なるほど。かな、私そういうのめちゃめちゃ弱いので、はい、とっても助かりました、この7枚系。ね、ゴハさん、いかがでしたか、やってみて。もう本当に7枚系ね、僕7枚系ずっと人に教え続けて、もうこの19個の一覧をね、何十人に見せたか分かんないぐらい。19個あるんですね。19個あるんです。皆さん覚えておいてくださいね。19個ありますからね。多分19個ある。おそらく。おそらく。まあ人によってなんか分類の仕方違うんだけど、19個ぐらいありまして、まあそれが仮面待ちの、これさえ分かれば仮面待ち大体できるよって教えてたんで、それですね。それですね。あと、出題者読みですか、ね、そう、出題者のこの意地悪な、あ、意地悪なところね。意地悪、ピンフと3色まで行っておきながら複合しないよっていうね。そうなんですよね、最後の2択はそこだったね、はい、うん、あと5をね、5のあれにできてもよかったですね。5を4枚使ってるかどうか聞いて、うん、いいえって言われた瞬間に2択になったんで、なんかその質問のあたりあれでしたね。5を4枚使ってると言っても意地悪だし、使ってないと言っても意地悪な選択肢しか残ってないみたいな雰囲気になってましたね。でも2択になったんでめっちゃ運が良かったです、そこは、うん、で、一番意地悪な選んで正解。やったー、はい、でもやっぱその 3色とピンフが複合しないっていうこの2つに絞れたのが大きかったですね。そうですね、あとは分違いが5が4枚あるかどうかだけだね、はい、お見事、お見事、15問で正解です。やったー、今日はゴーさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。とても満足です。見事成功ということで、うん、はい、ゴーさん何か告知とかありましたらお願いします。と、まあコバゴーチャンネルでもいろいろなんかやってい くと思いますので、はい、面白い、はい、いろいろ見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ともこちゃんもね、乗り込んでいけるチャンスがあったらいいですね。そう、乱入したいと思います。いいですか。ぜひぜひ。やったー、よろしくお願いします。ということで今日はこのあたりで終わろうと思います。これから楽しみだ、ももこを応援してるよっていう方はぜひこの機会にチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。一緒にコバゴチャンネルの登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。